ボスギリラです。ミサミサです。ジグサマにやってきました。すごいたくさんジグサマがあるんですけど、ウペって書いてあります。今日限定のジグサマのパッチです。はい、今から玉入れさばきをやりたいと思います。先ほどのね、裏のゲーム、ボールをフィールドに落ちてボールを拾って、そのカゴに入れて、そのカゴがいっぱいになった方が勝ちという、ちょっと新しいゲームですね。さっきミサミサがね、すぐヒットされちゃったんで、ちょっと頑張ります。はい、よし、はい、パイルダウンです。ファイルダウンこのゲームね、ちょっとボスは PCC9、 はい、ちょっとドラマガにつけてカスタムしてきました。これを使います。やってるぞ。生きてんだろこれ。4、3、2、1、スタート。でね、ボールをね、取り切ってカゴに入れる。あ、役割分担できてる。いい。ここでかいですちょっとやっていくんで、いくぜ。横から敵取られた。
か。あ、ありがとうございます。はい。はい。はい、何やってんの？みんな楽しんでるかい？結構ゼロ距離にいる。痛かったけどね。痛みさどりでいろいろやってたよ。やってたかな。サービスショットです。え？サービスショット、ユーチューバー向けのサービスショット。はい。というわけでね。はい。ゲーム楽しかったね。楽しかったです、うん、まあ、あとゲームもやってね、はい、こうジムニーの皆さんとね、はい、ちょっと交流できたり、はい、なかなかこういうイベントないんで、ないですよね。ちょっとまた次回もね、はい、一つよろしくお願いします。本当ね、アピオさんね、うん、でこれで多分ね、ジムニー乗ってサバゲー来る人増えるんじゃないの。いや、増えると思います、ね、前回に比べて全然増えてるもんね、うん、やっぱね、RV の中でもジムニー小型で、うん、やっぱこうぐんぐんいけちゃうマシンなんで、はい、やっぱね、いいよ、本当、うん、自分も乗ってるけど、うん、あとね、女の子に人気がある、ね、はい、かっこいい、モテるよ、これ、多分ジムニー乗りはモテるかもよ、ということでね。ね、はい、見た目がモテるよな。モテます、うん、かっこいいです。みんなジムに変えよ、はい、ということで、はい、こんな感じでいいかな。はい、いいと思います。じゃあまた第3回目の時、またこのメンバーでお会いしましょう。じゃあ、イエーイ。